プロテインには主に3つの種類があります。それぞれの特徴についてご紹介します。1つ目はホエイプロテインです。ホエイとは牛乳の水分である乳性のことで、動物性タンパク質の一種です。2つ目はカゼインプロテインです。カゼインは牛乳の固形物でチーズの原料にもなります。こちらも動物性タンパク質です。3つ目はソイプロテインです。ソイとは大豆のことで、今回ご紹介する中で唯一の植物性タンパク質です。食物繊維を多く含んでいます。ぜひご自身に合ったプロテインを選んでみてください。この動画が良かったという方はいいねやフォローをお願いします。